写真の空気感、知りたいでしょはい、皆さんこんにちは。写真ガレオです。今日はね、写真の空気感をいろいろ紹介したいと思います。まずこの言葉聞いたことあるでしょいろんな雑誌とか、ネットとか、YouTuber の動画とかは空気感、空気感、写真の空気感とかいろいろ多分聞いたことあると思います。でも、本当は空気感は何ですかなんか空気感ついてる写真は、なんかちょっとおしゃれだななんかちょっと違うんだなでも空気感は結局何ですか 知らない人が結構多いんですよ。今日は自分の写真を見せながら私を持っている空気感はどういうものなのかいろいろ紹介したいと思います。かなり有料級かもしれないですよ。もう気持ち変わったら一気に削除するかもしれないですけど全部見て保存しておいてあといいねとかコメントとかですねもう送ってくださいね。簡単な自己紹介します。今は東京の島内の私の自分のスタジオにいます。 普段撮影は人物撮影、芸能人から一般人の人まで様々な案件を取りながらプロの写真家です。私のネット発信のコンセプトは、機材依存しない、写真もっと楽しもう。このコンセプト好きだったら、ぜひ私の普段の投稿、いいね保存、転送、チャンネル登録もお願いします。これから写真で副業、本業で稼げたい人、自分の作品の表現幅増やしたい人、これから自分の作品でポートフォリオで完成したい人は、 私のライティングコース来た方がいいと思います。1ヶ月4回でスタジオ撮影の全般、カメラマンの稼ぎ方、集客仕方、作品の作り方、あとはライティングの一等ライティングから多等ライティングまでのライティング組みコンセプトを含めて全部教えます。さらに広告撮影、ファッション撮影、ビューティー撮影を実践しながら教えます。こんな内容を組んでる講座は全日本よ。俺しかない。Time is money。早物価値。とりあえず私のライティングコースの内容、一回見てください。 私の普段の作品撮りどう作るか見たい人結構多いので大丈夫です。YouTube チャンネルのメンバーシップ入ったら私普段どう作品作るかテーマどう作るか最終的に仕上がり作品も含めて全部見せてます。こんなやってる人も YouTube 史上初だと思います。あの辺その辺の写真教室よっぽどためになる参考になる内容たくさん入っているので今すぐ登録してください。写真の空気感はいろんな雑誌、YouTube 動画とか いろんなネットのコンテンツにいろいろ空気感空気感は聞いたことあると思います。今まで出てる空気感の話を私リサーチしたら、大体言ってることはただのボケです。いわゆる被写界深度という感じですね。例えば中盤カメラ使ったら、わーなんかすごい空気感出てるねって実際説明したら、ただの被写界深度浅めでちょっとボケ感が出てる感じ。あるいはこのレンズはすごい空気感出てるね。ただの望遠で 背景、圧縮して、被写解振動をちょっと違う感じで出たら、空気感、空気感ね、ということが出てるんですね。まあ確かに、その空気感というのは、一つの写真で、まあ、ま写真は 2D じゃないですか。で、そこが空気入れないので、空気入ったら 3D の空間になるんですね。そうすると、被写界振動が発生するので、まあそこが立体感というのは、今までの雑誌とか動画とかいろんなコンテンツ言ってる 空気感です。まあ、そこが別に間違えてないんですけど、もっと深いレベルの空気感を、もっと私を思っている空気感を皆さんに紹介したいので、今日はいろいろ実際写真見ながら見せたいと思います。もちろん、今回の動画見たら、もっと知りたいんだったら、第2弾、第3弾もこういう空気感の話を作っていいかなという感じですね。私の固定のコメントに、そのまま下に返信してください。私を思っている空気感というのは、まず空気の特徴を分かった方がいいと思います。空気の特徴は何ですか まず、空気は温度あります。空気は、まあ、いわゆる酸素ですね。酸素があると、まあ、熱い空気なのか、冷たい空気なのか、そこが温度あります。ただの、その空間に、この温度だけじゃなくて、この写真を見て、温度を感じられるかどうかという感じです。例えば、この写真を見て、あ、なんかちょっと熱苦しいな感じですね。あるいは、この写真を見て、なんかちょっと冷たいという感じが出てきたら、この写真の空気感は、 もっと具体的な感じが出てくる感じです。ただの立体感じゃないんです。わかりますかだから空気感はまず温度があります。で、次は2番目。空気には湿度があります。たくさん湿度があったら、密度があったら水滴で出てくる感じです。そこが湿度です。例えばこの写真見たら、あ、なんかしっとり感ですね。もしくはこの写真見たら、なんかカサカサ、なんか乾燥してる感じですね。そういう感覚が出てきたら、あるいは 写真見る人はこういう感覚を感じたら、この写真の空気感の湿度を感じられたという証拠です。そういうところが出たら、それも空気感ということですね。で、まだまだこれからレベルアップします。空気感のもう一つ重要なことというのは、躍動感です。この躍動感というのは、動きの躍動感はその中の一つんですけど、もう一つ重要なのは、写真見る人の心と この写真撮る人側の設定しているメッセージは、それがシンクロできるかどうかということです。そこが心の躍動感。感動できるかどうか。この写真のただの躍動感だけじゃなくて、この写真を見て、あれどうしたあれなぜなんかちょっと違う。なんかちょっと距離が違う。なんかどんどん攻めてくる。ということをもし出てきたら、この写真のレベルがめちゃめちゃ高いんです。 ただのビジュアルだけじゃなくて、写真のメッセージと見る側の心が繋がっていれば、そこが躍動感、心の躍動感出てくるんです。その空気感はただの 3D じゃなくて、3D を超えて 4D になる。いわゆる見る側の心も一つの D に、一つのダイメーションに加える感じです。それも上級の空気感になります。その上級の空気感は自分も色々研究しながら、 まだまだ目指してるところです。例えば私はこういう写真撮ってるので、実際見てみてください。パッと見てこの写真は、ビジュアル的な感じは、まあ、綺麗ですけど、たまに、え、なんでブレてるなんでこういう感じ撮るなんで引いても、こういう人は次どうするのあるいは、あの、え、こんな女の子はなぜえ、何も動いてないんですけど、ここをかかってくるなぜこういう目線が攻めてくる ということを、なるべく写真の 2D とか 3D を超えて、見る側の 1D も加えて 4D の写真を撮りたいんですね。そこが、いわゆる空気はもう写真のところでたまらないんで、もう写真が外で出てくる。そうすると、見る側がこの写真外で出てくる空気を感じて、一緒にシンクロして感動する。そういうところも今も、私も目指してるので、 ま、どん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 ですね。こういう空気感の写真を撮るように頑張っていきたいです。で、皆さんも、あの、実際写真撮るときにね、ただのビジュアル追求とかじゃなくて、もっとこの写真の温度、湿度、その空気を漏れてるかどうか、その外の見る人の空気を感じれるかどうかを意識した方がいいと思います。次はもう一個上級の空気感を紹介したいと思います。私は思っている上級の空気感というのは、オープンエンディングです。 例えば、この写真はこういうメッセージを出したんですけど、この写真の中で言い切れてないんです。そこが、この写真は静止画ですけど、前と後ろ、前後を派生するものを妄想させるというのは、オープンエンディングです。このオープンエンディングというのは、まあ、言い換わるとドラマティックな感じですね。一枚の写真ですけど、なんか映画のように、あ、前はこういう感じで、その後はもしかしたらという妄想させると、 いわゆる、この空気はもうその人の体に、この人の脳にもう流れ込んでる感じです。この写真をずーっとの頭の中であって、本当は結末は何ですかというのはずっとクラッシューマークが出てきたら、この写真のオープンエンディングの効果がすごい感じが出てくるんですよ。だからそこが写真撮る側は単に写真撮るじゃなくて、ここがもう監督のように 前後どう派生するかも自分の頭に想像しながらそこを脚本のようにその真ん中の部分でバンって撮って妄想させるそういう空気感の写真はすごく上級ですねめちゃめちゃ難しいなのでそこは、ね、いっぱい実践していっぱい練習しないと簡単には撮れないんですでも練習したら絶対撮れると思います で、自分もいろいろ練習しながら、そういう目指しているところでずっと練習している感じです。ずっと作品撮り続けている感じです。例えば、こういう写真ですね。まだ目指しているところなんですけど、まあ、いわゆるドラマティック、映画の感じ、あるいはオープンエンディングの感じを意識しながら作品撮るんですね。そこもぜひ皆さんですね、普段作品撮りの時も、えー、取り入れてですね、練習した方がいいと思います。 でそういう話聞いたら、機材重要ですかまあ重要ですけど、でも写真のもっとの楽しさはそこです。機材とかいろいろ画質とか、いろいろボケとか、そういうもの画素数とか、そういうものセンサーサイズとか、そういうものじゃないんですよ。じゃないんですよ。写真というのは自分の感性、自分の考え、自分の設計通りの写真で向こうを見たら感動できるかどうか。そういうのは、いわゆる空気感です。 空気感は舐めないでくださいね。ただのボケで空気感というのはレベル低いんです。今日の私の動画話聞いたら多分他の動画の空気感空気感って言ってるただのボケの動画は見たらああ、違うねとか。りょうさんの動画はもっとレベル高いの空気感を紹介してますよってどんどん紹介してくださいねっていう感じですね。だから写真はすごく楽しいですよ。そこまで研究したらめちゃめちゃ楽しくてぜひ皆さんも 普段作品撮るときは、ただのビジュアル追求だけじゃなくて、もっと写真の中身、もっと写真の空気感、もう一回繰り返しますよ。空気の温度、湿度、躍動感、その心の躍動感も含めて、あとはオープンエンディングも、そういう要素も取り入れて作品撮ってみてください。必ず今までと違う作品が出てくるんですよ。約束します。撮ったらよかったら全部見せてくださいね。機会があったら。今日の動画、どうですか いいと思ったら、いいね、保存、転送、あとコメントですね。私の固定コメントに返信してください。チャンネル登録も忘れないでください。じゃあ、また次回。